皆さんこんばんは。未来を描いて、私たち美大生アイドルパレットです。夕暮れと秋の色づく景色が素敵な放課後の多摩美を映像でお届けするこの企画なのですが、めちゃめちゃ雨降っちゃってますね。今回はじっくりと多摩美の西側をメインに紹介していきたいと思います。皆さんそれでは一緒にパレッツゴー。さて始まりました第1回パレッポ。今回パステル組の3人がお散歩するのは多摩美の西側。デザイン棟や彫刻棟などザ・美大な施設が密集した特にアグレッシブなエリアです。番組の後半にはみんなつなぎ姿に一体どんなお散歩になるのやら。それではどうぞ。ナレーションはダメージ組がお送りします。さてパレッツゴーのアイドルと共に歩き始める3人。なんでうちを片手塞がってるこんな。いやすごいね、真っ暗だけどこんな時間まで学校にいることってあったりする？ないよね。この場所にあれなんか見たことないですか？ある。おっと、ここで目じちが何かを発見したみたいです。あれ、私たちのパレット YouTube チャンネルで見覚えないかな。そうです、ここはパレットの YouTube で全種類制覇、パレット初の食レポの際にパンを食べていた場所。あれちゃん一人でパン食べたの？食べたね全種動画は今も公開中なので気になった方はぜひ。開拓したい。少し歩くとまず最初の寄り道スポット、デザイン棟に到着です。さて私たちは今デザイン棟に来ています。イエーイ。デザイン棟といえば何ですか？デザイン棟といえば今3人がいるデザイン棟は離れてみるとこんな建物。グラフね、グラフって言うよね、うんうん、グラフ。グラフっていうのはグラフィックデザイン学科のことで、グラフって呼ぶ人とグラデって呼ぶ人といるんだよ。どっち派？確かにグラフ派かな。うん、グラフ、グラフって呼ぶかも。え、グラデ派いない？グラデ派いない。ないか。ダメージ組はどっちなんだろう。今度聞いてみたい。聞いてみよう。デザイン棟をどんどん進む3人。ちなみに私はグラデ派です。え、すごい。なんか私さ、オーキャンの時ぐらいしかさ、ここ入んないんだよね。確かに。オーキャンか、なんか前に来たあの芸祭、そう、まだコロナ前の芸祭の時ぐらいしか入ったことないかも。これなぜ初めてなんだけど。初めてだったの？そうなんだ。初めて足を踏み入れた。さてさて、4階に私たちは今上がってきました。ここでなんとグラフィックデザイン学科に所属する米拓さんという方と待ち合わせをしてるそうですね。米拓さん、米拓さんはかのあれですね、パレットのね、なんか有名人だよね。そうですね。おっと、あ、入っていいのかなこれは。部屋の中にユネタクさん発見。早速入ってみましょう。こんにちは、失礼します。あなたがユネタクさんですか？こんにちは、ユネタクさん。こんにちは、いつもお世話になっております。はじめまして。はじめまして。今日最初にパステル組を案内してくれるのはグラフィックデザイン学科2年生の米拓さんです。米拓さんは私たちパレットのロゴなどをね担当してくれてるんですよね。はい、ありがとうございます。めちゃめちゃ可愛いあのロゴ、ね、丸のところがパレットをイメージして絵みたいにしたんです。グラフィックデザインって多摩美の中でも人気の学科ですよね。グラフィックデザイン学科は一学年200人くらい。クラス40人くらいで、僕クラスだって。だから結構知らない人とかも
彫刻とは結構全然違うんじゃない？全然違うね。先生とかもすごく多い。やっぱり広告のイメージはあるよね。あるね。グラフィックデザインで。ここからはいよいよグラフィックデザインの設備を歩きながら見て回ることに。ちょっとグラフィックデザイン学科を簡単に案内させていただきます。おーやったー。普段グラフィックデザインはパソコンで作業するので、結構その自分で作業するために大学に来たりってことはあんまりないんです。あ、見ても分かる通り教室真っ暗で誰も誰もいない。確かに確かに。でもさっきの部屋に絵の具が結構あったんですけど、絵の具とかも大学入ったらあんまやんないんですか？グラフィックデザイン学科は使う水木金で全部授業が違うんです。だから他大流行みたいな感じで。え、大変。その一つでその絵画を描く授業もあって、あ、それで絵の具を使ったりします。同時進行の授業、大変すぎる。ここが印刷室。おお、真っ暗。真っ暗です。すごい。じゃあ結構大きい印刷とかもできるんですか？そうです、大きい印刷はこっちになります。ここ暗いけど、あ、これ本当だ、こんなでかい印刷機があって。え、すごい。それが、そうですね、みんながよく見るでかいポスターとかを印刷できるやつになってます。さっきから廊下の端に椅子がたくさんあって、ね、かわいい。なんか形とかも、ね、結構座り心地も良かった。色も違ったりして、ね、かわいい。言われてみれば、ここに来る途中も特徴的な椅子をいくつか見かけましたね。手が、まあ、でかいところの部屋になるんですけど、コンピューターレンズが全部で4つあって、マックが。これは総額いくらなんでしょうか？ね、はい、いろいろとデザイン棟について教えてもらったり見せていただきました。なんか良かったこと。施設自体がなんかおしゃれだよね。なんか椅子めっちゃおしゃれなのあったりとか、うん、そこで学生がパソコンこうやっていじってんのかって思うと、ちょっと住んでる世界違うなって。たくさんありがとうございました。ありがとうございました。いやデザイン棟すごい広かったし、ね、すごかったね。いろいろ見れた。コピー室たくさんあったし、ね、印刷してほしい。米沢さんと別れてデザイン棟を出てきた2人。2人？なんか1人足りなくないですか？ね、そういえばさ、うん、シオンちゃん、シオンいなくな、先行くねとか言ったけど、あ、そうなんだ。大丈夫かな。ね、今私たちデザイン棟抜けて食堂とね、セブンイレブンがある東学、通称東学というところに入ろうとしてるんだけど、シアンちゃん本当に どこ行っちゃったのかな。なんか今さ結構暗くて、ね、なんかあんまよく見えないって言ったの、言ってたから、まさか誘拐。シアンちゃん、シアン、あ、置くんだっけ、あ、置くんだっけ、あ、置くんだっけ、え、なに、シアンちゃん、え、なに、え、なに、めっちゃ怖いんだけど。シアンちゃん、どうして誘拐されたの？本当に誘拐というか、なんか憑依されたの。誘拐だよ。シアンちゃん、助けに行こう。やばい、シアンちゃん、河原に流された。シアンがここに流れて、怖いんだって。いや、怖い、だいぶ怖いよ。あんなところ行けるんだね。何よ、そこ、ま、窓だよ。だって私たち普段上なんか見ないもん、ここで来て。まさか人が立てない場所。やめてやめて。ね、ほら、だって食券とかあるし。あ、食券ね。私たちいつもここでご飯食べるぐらいしかしないから。あんなとこ、え、消えたんだけど、え、うちらにしか見えてないあれ。まさか。本当に、あの、よく心霊バラエティである、うん、お分かりいただけただろうか。お分かりいただけただろうか。という冗談は置いといて、2人はシアンちゃんを救出するべく食堂の上にある東学と共通教育棟を結ぶ橋にやってきました。
わおち続いて向かう場所はなんと教学と共通教育と結ぶ橋うちシアンツボなんだってあーやばい待って待ってよマニアックなんだけどこの場所さちょっと待ってめっちゃ面白いあれうちらにしか見えてないよ多分帰ろう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 一旦ちょっと落ち着かせて落ち着かせて多分幻覚あれそうだねちょっと疲れてるのかもしれない疲れてる、うん、まあ暗いしねうんうんうんもう一回行くかやばい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 笑い方がやばくなっちゃうやばいやばい合流合流じゃないのよごもうさ、完全無視じゃんもうぬるっとご入れたここからの眺め素敵だよね確かに雨があんまり見えないけどねえ、しあんちゃんじゃあちょっとカンペが読めないということで私がここからね、ちょっと読んでいきたいと思いますそう、なんとね、ビバホームというホームセンターが運営する複合施設が建設中らしい。あ、そうなんだ。そう、なんかね、みんな見えるかな、あそこにね。ちょっとなんかね、光ってるとこかな。工事してるね。そう、なんか昼間だとさ、結構あの、何？クレーン車？クレーン車なんていうの？クレーン。あれがね、そうそうそう、結構さ、ガタガタやってるんだけど。あ、そしてなんと現在1店舗だけ入居するとささやかれているテナントが明らかになっています。なんと、知らなかった全然。そのお店はなんと何あ歯医者さん。抜こう抜こういや私さ知ってる、私さめっちゃ歯医者行くんだよねツイートしてるますます便利になってくね、たまび周辺、ね、抜いてこみんなで歯怖いよ3人は橋を渡りきり抜け道を通って共通教育棟へ向かっていきます、うん、しあんちゃんここはどこなの。ここは共通教育棟だよ、教育さっき、うんうん、食堂から上がって来たのに1回確かに出たよ。ここのことでしょ、なるちゃん。そう、これですよ、これマジでやばいよね。さ、前にさ、なんか YouTube の質問コーナーでさ、うんうんうん、共通教育棟の坂がやばすぎて、うん、なんか、みやちゃんがさ、うん、ゼルダの伝説だったらパッて登るとこだよ、みたいなさ。そう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 、言ってた言ってた。ね、あそこです。よかった、なんかさ、あの坂をさ、みんなに伝えたくてもさ、こう、伝えられないじゃない、伝えられない。ね、だからなんかこうやってちょっと暗いけどね来れてよかったな。よかった、よかったけど降りませんよねまさか。あ、いや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 、降りる降りる降りる。さて、共通教育棟も歩き終わったところでしあんちゃんから何やら突然の提案が。なんだい今さ、ちょっとだけ歌わない。お気分良くなっちゃった。急だないいね、歌いますか。パステル歌おう、パステル。パステル、うん、これは恋なの、絡まらるネジ、ブルーな気分、ぐるぐる回る気持ち、パステル、カラーの思いを込めて。トマト芋フルスロットルで、普通のチュ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 。いい曲だよね、パステル、ね、私めちゃくちゃ好き超可愛いよね。可愛い、振りも可愛いしね、うん、気持ちよく歌を歌って気分も上がってきたところで、この建物の入り口にある何でも揃う玉美製御用達のお店に向かうようです。では行ってみましょう。さあさあさあ、続いてやってきました玉美の何でも揃うお店。てってれー、美犬美犬か、ひらがな3文字で美犬と書くこの画材屋さんはコピーもできて、レッダーパックも変えて、もうとにかくね、玉美製の欲しいが何でも詰まってる、もうほんと4次元ポケットみたいなお店になってますそれでは早速入ってみましょう。どこで消毒ね、消毒して入りましょう。皆さん
が理研でよく買うものは何ですか？よく買うね。なんだろう。理研はいろんな品揃えで学生たちの制作を陰ながら支えているのです。営業時間は毎朝8時半から18時までと長い営業時間も魅力の一つです。あの光沢紙を買って隣のコピー室であれを印刷したやつを展示した。そうなんだ。だからここであのめちゃめちゃ一人でガーってやってて、お世話になった。目地美研の入り口にあった誰でも使える大きなプリンターを使ったんだね。後ろにもある。なんかやっぱ美大なだけあって何でも揃う ね。でもここがなんか彫刻家ブースだよね。彫刻コーナーの、あれだ、あ、縄なんだ。なんか汁縄っていうからさ、てっきり白なのかと思った。色が白なのよ。なれちゃんも石膏コーナーをよく使うようで、石膏取りすることが多いから、サイザルっていう繊維で、この石膏とサイザルをセットで買うかな。この辺に透明樹脂があると思うところとかね。透明樹脂、樹脂、あ、これかな。超低粘土。あ、ホビーキャスト、樹脂とかシリコンとかそういうのにすごく興味があって、ここで買ってなんかいろいろ試してて楽しかったなっていう思いがあります。すごいね。本当型取り材こんなあるのは本当に素晴らしい。すいません、ありがとうございました。これからも使わせていただきます。商品を眺めるだけでも楽しいのが美研。名残惜しいですが次の場所に行きましょう。さあ物件を出て向かい側にあるあっち工芸棟に向かってます。で工芸棟にもなんと案内してくれる方がいるんだとか。誰だろう。楽しみですね。工芸ってどんなイメージがある？工芸なんだろうね。ガラス吹いてる。確かに。おまさかまさか。遠藤さんですか？そうです。あ、よろしくお願いします。工芸学科を案内してくれるのは金属専攻で学んでいる2年生遠藤恵理子さんです。よろしくお願いします。さて工芸棟ではどんなものに出会えるでしょうか。早速案内お願いします。工芸科なんですけど、工芸とガラスと金属専攻3つの専攻に分かれてます。まず最初に向かう場所は、じゃあまず工芸専攻の窯を紹介していきたいと思います。窯すごい。失礼します。失礼します。失礼します。ここが電気窯。電気窯、で作品を焼いたりするところになってます。なんと大きな窯が立ち並ぶ部屋、やはり迫力がありますね。よっ、これぞ陶芸。お、すごい。すごい。何度ぐらいになるんですか？何度ぐらい？150度で焼きます。じゃあ次、ガラスに焼きます。じゃあまずガラス線香行く前にちょっとギャラリー紹介しちゃおう。ギャラリー。広い。すごい。暖房とは羨ましい。冬場の公表や展示も快適に過ごせそうですね。次はガラス線香のストア。なんかザ・カマみたいなのが出てきた。おお、すごいすごい。今ちょっと蓋がついてるんですけど、あそこ開けるとその中にガラスが溶けて、こうつけて、ガラスを巻き取って、空気で作品をしていくみたいな。やりたい。この大きな窯のある部屋、まさに美大って感じですよね。すごい。コールドワークです。コールドワーク。コールドワークって聞いてなんか思い浮かびますか？
冷やす、水流しながら研磨したり磨いたりする。あ、なるほど。するのにこのコールドワーク、あー、へー、回転してヤスリが回転してそこにガラスを当てると研磨できる。おー、金属で線香いきますか。はい。彫金細工などの伝統工芸品に魅せられて金属専攻に進んだ遠藤さん。遠藤さんが学んでいる場所はどんなところなのでしょうか。すごい、メタルって書いてある。おー、すごい、本当だ。奥に丸太みたいなのが見えると思うんですけど、あそこにこう当て金っていう道具があって、当て金を刺してで銅板と加工する、うーん、使う作業台になるんですね。重そうな扉、まるで町工場みたいな雰囲気ですね。肋骨がある。こう鍛造っていう、まあ、鉄を扱って硬いとか、あー、はいはい、で奥には溶接するためのバス、なんかよくイメージにあるあのカン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 って音がすごい今聞こえてきて、すごい。一応工房は一応これで説明終わりなんですけど、今私の学年でやってる課題の部分ちょっと見てもらおうかなって思って。いいですか。課題を見せてもらえるということで、3人は金属専攻の教室に向かいます。作品があちらこちらにあって、ね、ガラス線香、あ、手振ってる。ごめんなさい。どこで手振ってる。一番奥の部屋が2年生が作業しているので失礼します。失礼します。今レニングの課題っていうのをやっていて、銅板を立体的にこういう道具を使って金属を加工していく。これは金属板ってやって結構高い音が出るんですけど、やるとここがへこむの。さて、ここまでレリーフの課題制作を見学させてもらった3人、河合さん、ありがとうございました。次に向かったどこですか。次はいよいよラストの彫刻家なんですけど、最後の案内役って一体、さあ次は私たちが紹介していきます。さあ着替えてきました。私初つなぎ、クルト黄色ね、あの貸していただいて目力で登場しております。かわいい。まるちゃん、ね、そこあこちら、こちらパレットの公式グッズとなっております。あのツイッターの方からあの概要載っておりますので、ぜひ彫刻紹介行ってみよう。ここからはちあんちゃんとなるちゃんのフィールドである彫刻学科をどんどん見ていきましょう。さて、女子室にやってきました。ここは FRP とかシリコンとか樹脂を使いたいなって時にここで作業するという形になってます。もうこの部屋入ってきた瞬間ものすごい匂いがすると思うんだけど、これはもう樹脂の、あんまり良くない匂いなんですけど、あんま固めたり、樹脂を固めたりする作業をして、ここで樹脂を固めたやつを研磨していくっていう作業をする場所になってます。なるほどね。ここはシアンの生まれたところでもある。え、なんてこと、出身出身なんていうの、出産出産された、ここで出産された。すごい、シアンちゃんの生まれの地。やばいじゃん。そうなんだ、聖地じゃん。
聖地じゃん。聖地。聖地巡礼。聖地巡礼してる。シアンファンは必見ですよ。必見ですよ、ここ。樹脂質、独特の匂いと空気感は今にもまた新しい何かが生まれてきそうな雰囲気です。なるちゃん、しあんちゃ ん、 ん次は一体どこへ向かってるの？今日はね、うんうん、せっかくメジチが彫刻刀に来てくれたので、うんうん、ある体験をしてもらおうかなと思ってるんだよね。聞いてないよ、そんなの。そしてやってもらうのは体験。どんつき体験。なんだそれは。どんつき。そうね。何を突くと思う。樹脂、石膏、粘土。お、お、粘土。粘土。実はね、メイチの左側、ここ全部粘土が入ってるんですよ。なんかチョコで入ってるんだ。あーすごいね。粘土に穴を開けて、あ、水を流し込んで、これでついて、ほうほうほう、なんか混ぜるっていう。粘土を柔らかくするんだよね。そうそうそう、やってみよう。まずは彫刻学科所属の2人がお手本を見せてくれます。結構入っていく感じする。不安だよ。お、行くね。あ、お、そこが見えた。そこまで行った。いよいよメジチの番です。お、行くね。お、あ、でもやっぱメジかわいい、うん、何やってもかわいい。私はちょっとね、かっこいいと言われるために。シャバシャッと、すごい。きっと粘土たちもね、喜んでるよ。喜んでる。いいなぁ。おぉ、おいぱお、やっぱ餅つきみたい。おぉ、そう、なんでそう感じるかってさ、なるちゃんの掛け声が本当に。あ、そうだ、ごめんなさい。こんな感じで。こんな感じで。すごい。体験でした。ありがとうございました。ありがとうございました。じゃあ片付けよう。片付けよう。どんつき体験、なかなかストレス発散にもなりますが、やはりかなり体力を持っていかれるハードな作業ですね。ここからはさらに彫刻学科の建物を見ていきます。おっと、ここでなるちゃん、自販機で何かを発見。 え、待って、知らなかった、しかも私が作ったやつの最初に。あ、そうなの。これなんとバレット立ち上げ当初のポスターです。もうみやちゃんが手いっぱいで、もう仕事が回らないって言うから、プロデューサー何かしますかって言って初めてやった仕事。やば。ほら、芸術祭でステージに立つこと目標って言ってるもん。すごい。もう芸術祭終わってもね、貼っといてくれるなんて嬉しい。これ貼ってたんだ。知る人ぞ知るパレットの歴史の痕跡に触れることができた一行。続いて向かう場所は金属。まずは、うわ、もうすでにすごい、めちゃめちゃ広いよね。ここが金属塔になってます。すごい。みんな、彫刻家は2年生になったら金属の、その溶接をできる免許を取得して、アーク溶接とガス溶接を全員取ります。そして来ました、石彫塔。めっちゃでかいし、広い。夜になってこんだけ明るいって、本当に学生思い。学生思い。はい、ってことで彫刻刀今ね、2人に案内してもらったんだけど、なんか今日まずさ、ほら見て、私つなぎにね、憧れを抱いてたの。なんかみやちゃんとかさ、練習とかたまにつなぎでそのままごめん遅れたーとか言って来たりしてさ、いいなーみたいな思ってたから、すごいつなぎきれて、どんつき体験とかいろんなとこを見れてすごい楽しかった。ありがとう。さあ、そして次回のパレッポは、かわいい、パレッポ、パレッポ歩くだから、パレッポは
今回出演してなかったみやちゃんとめたちゃんの2人ですね、ダメージが、図書館と、絵画塔とかね、ある東側を、今回行ってない東側を案内してくれるそうなので、ぜひお楽しみに。あ、ちょっと待って、その前に私、メジの質問コーナー急にパン屋か食堂かで一番好きなもの教えて。キュー、パン屋のプリンタルトがめっちゃ好き。美味しいよね。あれなんかね、すごい甘すぎなくて、本当に甘すぎなくて美味しいのよ。食堂の唐揚げ丼みたいなあるじゃん、温泉卵みたいな持ってて、めっちゃ美味しい。200円ぐらいだから、マジで良いよ。私はパン屋のリンゴパンがすごい、見た目が超可愛いし美味しいしで、めちゃくちゃ好きっていう、ごめんなさい突然。明治の質問コーナーでした。パン屋愛がすごいのよごめん、仕切り直して、なるちゃんお願いします。はい、はい、ということでね、次回2人、タメージの2人が紹介してくれるそうなので、お楽しみに。それではね、第1回目はこの辺で終わりたいと思います。